ジャッキーちゃんは福岡県出身のモノマネタレント、俳優、スタントマン。オフィス機関を経て、ホリプロコムと業務提携を結んだ後に現在は所属。本名は江島聡。俳優業では本名で活動している。1997年に九州産業大学を卒業後、地元福岡の劇団に入団。父親が FM 福岡に勤務、母親が 九州のローカルタレント的なことをしていたため、芸能界に進むことに特に反対などはされなかった。1999年に上京。2001年から2007年にかけ、山崎銀の城の付き人も兼任している。子供の頃から顔が似ていると言われ続けていたこともあり、2011年頃から、ジャッキー・チェンのモノマネでのタレント活動も始める。2015年5月頃からは、ショーパブ、 そっくりやかたきに出演するなど、ジャッキーちゃん名義での活動を開始する。2015年末、テレビ番組、サンマースマップ、美女と野獣のクリスマススペシャルに再現 VTR の、ジャッキーチェン役で出演。2016年元日、喋クりセブン新春 SP に出演。2017年7月、湘南の風ファン君のソロ楽曲、無問題のメガボルトで、 ジャッキー映画のパロディーを演じ、中国のメディアでも話題となる。2017年9月公開の映画、スキップトレースの宣伝では、香港にいるジャッキーと対面し、昔の僕に似ているとお墨付きをもらった。ファーストミッションの日本版、エンディング曲、東京サタデーナイトを二人で一緒に歌うなどの対談の様子は、東方シネマズの公式アプリや同映画の 上映劇場で公開された。ありがとうございます。